山本浩一郎です。おはようございます、こんばんは、こんにちは。はじめましての方ははじめまして、いつも見てくれてる方はありがとうございます。今日はボンゴバンのベッドキットですね。ベッドキットの組み立てをタイムラプスでご覧いただこうかなと思っております。はい、まずはね、ボンゴバンの詳細からいつも通り、説明させていただきたいと思うんですけれども、今映ってるボンゴバン、ちょうどリアから、2室内を映してます。車両情報がマツダボンゴ 1.8 リッターデラックス低床、型式が ABF-SK82V、 この V というのがバンという意味ですね。お色が白色になります。で、この車両を初年度登録、まあ販売された年が平成19年、平成19年ですよ。思ったより新しくないですか。確かね、このボンゴは、マツダからボンゴ、日産からはバネットで、この3型に関しては三菱からデリカバンという3社で OEM が供給、 OEM で、3社に一緒な車両が供給されてます。まあ OEM というのはね、一緒な車でエンブレムが違う、まあ、マツダだったらマツダのエンブレムで、一緒な、形車でも日産だったら日産のエンブレムがついてバネットということになってますね。はい、そういった約20年間愛され続けた、全く一緒な形で、マイナーチェンジを繰り返した名車が、それがボンゴバンになります。で、この時点で20万キロ突破してたと思うんですけれども、でなんで、このベッドキット解体してたかというと、車検のために、まあ、初めての車検、軽貨物ということなんで1年に1回の車検なのでね、まあ、初めての車検ということなので、一度ベッドキットと全て外してから車検に挑んだわけであります。はい、でここまで組み立ててますけど、一番最初に入れたこの格子状の大きな枠、これがベッドキットの土台となる部分です。これは三谷古民家再生の時に、廃材というかね、解体した時に出た、45角、いやそんなに太くないかな、38mm×38mm の、角材を使って組み上げてます。はい、で強度に関しては枠だけではしなりがあったりとか、そんな重いものを乗せれる強度はなかったんですけれども、今貼ってる板材、これがヒノキの板材で、確か 2.5mm か 2.3mm 程度あるしっかりとしたヒノキの床材になるので、この床材を張ることによって横方向の、耐圧というかね、強度っていうのはかなり上がったので、今僕が乗ってるちょっと真下の部分、センターにも縦の柱、まあ床、床柱、床柱とかがあったんですけど、それも取りました今回。まあ貼ってて気づいたんですけど、この床板を貼ってしまえば強度がしっかり出てたわみがほとんどなくなったので、真ん中のボンいらないなと思ってのけました。お茶休憩を挟んで、コーヒーのお供はお団子ですね。一本だったので、お団子とコーヒーをあみちゃんに入れてもらって、少し休憩挟んで続きをしています。今2列目のシートをご覧いただいてるんですけれども、この2列目のシートは今背もたれのを倒して、上に持ち上げてる、跳ね上げてる状態です。まあ、跳ね上げるっていうと、前列運転席と助手席の方にこう、ウィーンと、今ハル君が乗る方向に持ち上げて、荷室、まあ、荷物を置くスペースを広くすることができるんですよね。で、それの跳ね上げと跳ね下ろし、まあ、シートを展開するときに、今触ってる部分、今取り付けたのは、運転席と助手席の背もたれの間にあるエンジンルームの上の無駄なスペースにあった滑り台してる。収納の骨組みを取り付けました。まあ、このような状態で2列目って跳ね上げることができるんですよね。で、かなり広く。スペースがより使えるようになります。うん、で戻すときに、ここ今困ってるのが、跳ね上げのときに握る金物、まあ、グリップの金属が引っかかって
下がりきらないんですよね。で、下がりきらないってことは、このままシートが起き上がって座ることができなくなってるんですよね。で、この手すりもね、DIY で、まあ、ベッドの土台をつけた後に、お、これ手すりやった方が便利だなと思って、ベッドの土台の方に固定してるので、まあ、車検の時にでもね、すぐに取り外せるような仕組みにはなってます。ただ、毎回毎回、シートを跳ね上げるために、この手すりを取るのはめんどくさいので、手すり取らずにも上げ下げできるように今加工してます。今持ってるのはサンダーですね。毛花がガンガンに切ってますけどね。このね、サンダーで、溶接の部分を切っていく作業をしてるんですが、この時安全ゴーグルとかね、長袖半ズボンはもうマストですね。今やっとサングラスつけたんですけど、火の粉が飛んで目に当たるとね、やっぱり痛いし、そもそも失明の危険があるので、必ず長袖長ズボン、帽子に、メガネ、防護グラスというかな、安全メガネはかけてください。で、このグリップ、ちょうどセンターあたりに見えてるグリップなんですけど、この後アップで作業用紙しますのでね、かなり頑丈な、直径1センチぐらいある鉄の棒で、これがなかなか取れなかったんですよね。火の粉は散るし、雨降ってるしっていうので、で、半袖でしてがるために暑いしっていう、半袖でするなって話なんですけどね。で、運転席側はアップで、こういう風に溶接で止めている部分をスタンダーで削っていって、マイナスドライバーでをハンマーで叩き込んで、まあ、剥がすって感じですね。溶接をスタンダーでできるだけ意識して、マイナスドライバーで、こじ開けるっていう意味です。で、こじ開けたところのバリを今サンダーを当てて取ってます。指が当たってね、切れちゃうとダメなんで、で、その後地金っていうか鉄板見えちゃってるんですよね。で、鉄板見えてるとどうしても錆の原因になるので、一応手元にあったマットブラック、大好きマットブラックのスプレーで、防錆とあと傷消しみたいなイメージで黒く塗りました。まあ、こんな感じで、作業は終了していきますね。やっぱり、急にお家っぽくなるっていうか、おしゃれになるね。そうだよ。ここはね、何も置かないようにね、皆さん。